はい。こんにちは、ワッキーです。スタンドアローンタイプのお手軽な VR ヘッドセットオキュラス GO、 これね、スピーカーがここにあって、このちょうどアームになってる部分、ここがね、なんか空洞になっていて、音がね、耳元から聞こえるような構造になってるんですよ。なので、このヘッドセットをかけて、もうプレイすれば、もう音はここから聞こえるんですよね。だから、ベッド、ヘッドホン、イヤホンなど、用意する必要がないと。本当にお手軽なんですけれども、やっぱりね、このスピーカーだと、音に迫力がいまいち足りないと。いう感じなんですよね。でね、こう寝っ転がってね、映画を見ていた時にふとこうやってね、頭の後ろにこう手をやったら音がいいんですよ。この腕に音が反射して、音がこうやって回ってくる感じ、ちょっとね、低音が効いたような音に変わったんですよね。で、あれと思ってこうやってみたんですよ。そしたらね、全然音の響きが違うんですよ。もうこのね、単体で見た時よりも断然音が良くって、特に映画とかドラマとか映像コンテンツを見るときにすごい臨場感が増したんですよね。ということでね、あれがあったって思い出したんですよ。こちら、ヨシミカメラさんの音モアです。これね、こうやってかけると、大きな耳のような形になってる、ここで正面から入ってくる音を反射させて集音してくれる、聞き取りやすくなるというものなんですけども、これね、このカチューシャで染めるだけなんで、電源とかも何もいらない、手軽にこうかけるだけなんですよ。これが使えるんじゃないのと思ったんですよね。ってことで試してみました。こう VR ヘッドセットオキュラス GO をかけまして、映像コンテンツを再生します。まあ、こうやってもいいんですけども、ずっとこうやってるわけにもいかないので、ここでこれですよ、音モア。こうしたらね、映画の臨場感がすごいアップしたんですよ。これ VR ヘッドセットに使えますよ。わざわざこう有線で接続しなくて済みますし、こうスタンドアローンタイプのいいとこ取り、いいところをそのまんま使えますよね。本当にこれでね、音が良くなるんですよ。実際こう、音も持ってなくっても、こうやって試してみてください。音の響きが全然違います。同様にこちら、オキュラスクエストも、このスリットの部分から音が出る構造になっておりますので、こうやってかけてこんな感じ。これで映像コンテンツもしっかりといい音で楽しむことができるんですね。もちろんこのようにゲームだって臨場感マシマシでプレイすることができます。はい。ふぅ、音も聞き取りやすいしね、楽しい。皆さんもこの VR ヘッドセットと音モアの組み合わせ、試してみてはいかがでしょうか。臨場感がアップしますよ。